はいおはようございますキャプティンスのバイブルトークです、えー、今日は三月の二十一日アモスの九章最後ですね、えー、アモス書の九章です一節を見ますと私は祭壇の傍らに立っておられる主を見た主は仰せられたということでその後ずっと続くんですが、えー、このですね今日はちょっと一箇所一箇所というかね後半八節以降 きますね、見を神である死の目が罪を犯した王国に向けられている私はこれを地の表から根絶やしにする」っていうふうに言ってるんですけどももう本当に完璧にね根絶やしにするって言ってるんですがしかし私はヤコブの家を全く根絶やしにはしないっていうねどっちなんだよっていうところなんですけども、えー、これ神様のこの、ね、旧約の予言、えー、必ず残りのものを残されると。 えー、見を私は命じて古いにかけるようにすべての国々の間でイスラエルの家を古い一つの石ころも地に落とさない私の民の中の罪人は皆剣で死ぬ彼らは災いを私たちに近づかない私たちにまで及ばないと言っているこの後十一節が有名な箇所ですその日私はダビデの倒れている狩りを起こしその破れをつくろいその廃墟を復興し昔の日のようにこれを建て直すという風に ダビデのカリオダビデの倒れてるカ,カリオという、えー、言葉が出てきます、えー。これをですね「幕屋」っていうふうに訳してるとこもあってでダビデの幕屋っていうことでその要はダビデの幕屋の礼拝賛美を回復させてっていうそういうミニストリーそういう働きがあるんですけどもこれあの単純にねこれ別に私何がダメとかじゃなくてこれね幕屋じゃありません。 あのー、言語を見るとこれは「スカー」といってそれは「カリオカリオ」カリオというのは要はあれですよねスカーってスコットですよスコットっていうのはカリオリオはカリオでしかなく「幕屋」というのはね違う言葉なんですね。幕屋というのは「ミシュカーン」という言葉であってここでは幕屋ではないとらに「天幕 天幕っていう言葉で言うとオヘルというんですけどもそのどちらでもなくここではダビデの倒れてるカリオを起こすというふうに書いてありますね、えー、カリオの祭りは何,何かと言いますと、えー、イスラエルの民がエジプトから出たはいいんですけどもずっとね40年間要は天とカリの住まい、えー、カリオで過ごしたでそのスコットね、それを 祝うというかそれを覚えて神様が守られたことを覚えてえ秋に狩猟の祭りというのがあるんですけどもこのこ,こでね言われている狩猟という言葉はやっぱり他の箇所聖書でも他のところにも出てくるんですけどもやっぱり掘ったて小屋とかね小屋とかそういう粗末な小屋という意味で使われています幕屋ではないんですねでそれを終わりの時に建て直すその日私はダビデの倒れている狩猟掘ったて小屋も崩れそうになっている家を 起こします。で、その破れを作ろうます。えー、その廃墟を復興します。これ全部ね、同じパラレリズムですよね。あの、破れを作ろう、廃墟を復興する、仮を起こす。昔の日のようにこれを立て直す。全部その倒れているものを引き上げるっていう、そういう意味があって、もちろんその中に賛美のね、回復とか礼拝とかの回復も、もちろんあるんですけども、でも、もっと壮大なストーリーがここには書かれているというふうに私は思っています。 だいいんですよ別にあの24時間賛美やっても1週間賛美素晴らしいんですけどもでもそこで終わりではなくてこれは本当に神様の恵みの福音の中のえもっと大きなねえビジョンというかそういったものがあるそれは何かと言いますとこれアモスのアモスという預言者のメッセージの本当に本質でもありますアモスは滅びのメッセージをしました「この国は滅びますよ北イスラエルは滅びますよ」「祭司のねアマチュアにあのお前は帰れ」と。 予言するなと言われても、いやお前が死ぬからというふうにね予言をえーとこうね言い返すえそのぐらいのもう使命感を持ってアモスはこの国が滅びますよ悔い改めなさい神様に帰りなさいってメッセージをするんですけれどもそこにはやっぱりアモスの羊飼いの心ですよねえ3章に出てきました羊飼いがおじしの口から2本の足あるいは耳たぶを取り返すように サマリアに住んでいるイスラエルの子らは信頼の隅やはダマスコの長い子から救い出されるこれこそが神様のメッセージです。滅びの中にでもその滅びを通していつか必ずその民イスラエルの民は根絶やしにはされずにイエスのねあのこうあれですよひこばえのようにその切り株から新しい芽が生えてそしてその日私はダビデの倒れている仮を起こします。 その時にはもちろん賛美の回復もあるでしょう、えー、イスラエルの回復もあるでしょうそれが必ず起こりますよ、えー、13以降も見ましょうかね14行きましょうか私は私の民イスラエルの囚われ人を帰らせる彼らは荒れた町々を建て直して住みぶどう畑を作ってそのぶどう酒を飲み果樹園を作ってその実を食べる私は彼らを彼らの地に植える彼らは私が彼らに与えたその土地から もう引き抜かれることはないとあなたの神主は仰せられるこれが羊飼いであるアモスのメッセージでありまた神様のメッセージ見心です。奥義と言ってもいいいいいかもしれないはい、ということでえー、アモスの預言者アモスアモス書、えー、これで終わりですけども私本当にねアモス好きな預言者の一人です。えー、はいということでこれで終わりにしたいと思います。それではまた。